皆さんこんにちは。松坂市文化財センター埴輪館では、知りたい大昔の暮らしというテーマで展示をしています。この展示は歴史の学習が始まる小学生、中学生の皆さんのための学習支援展示です。この展示で使われている土器などの資料は、すべて松坂市内の遺跡や古墳から見つかったものばかりです。縄文、弥生、古墳時代の3つの時代について展示しています。まずこの大きな壁掛けの模型は、松坂市を空から撮った状態で2万5000分の1の大きさで作ってあります。この展示室内にある資料が見つかった遺跡や古墳が示してあります。それでは今から各時代の展示についてご説明します。縄文時代は今からおよそ1万2000年、1万3000年前のことです。縄文時代は小さな集落で狩猟採集生活をしていました。縄の目の模様がついた土器をたくさん使っていました。今年度は初めてかゆみのヴィーナスと呼ばれて親しまれている土偶を展示しました。また展示室内には縄文時代の竪穴住居を再現したものもあります。長く続いた縄文時代の次に、日本は弥生時代と呼ばれる時代に移っていきます。弥生時代はお米作りが始まります。お米作りは大陸から鉄や銅といった金属とともに伝わります。お米作りをして食料を蓄えるという生活が始まります。共同でお米作りをするために人々は集まり、村ができていきます。そんな中、人々をまとめていくリーダーが現れるようになります。そして弥生時代は弥生土器を使っていました。弥生土器はいろいろな形があります。壺、亀、高槻など使い道によっていろいろと形を変えて作られていたようです。最後に古墳時代ですが、古墳がたくさん作られたので古墳時代と言われています。その頃の人々はお米作りをして、農作業の忙しい時期以外は古墳作りをしていた生活だったようです。弥生時代とそう生活は変わらず、ただかまどができたことによってお米などを柔らかくして食べることができるようになったり、調理する釜が建物の中に備え付けられたり、少し生活が良くなってきたのが伺えます。古墳というのは日本特有のものです。大小たくさん作られた古墳のその周りには埴輪が置かれました。古墳には副葬品として鉄塔や銅鏡、勾玉などが共に埋葬されました。これらがお墓にあるということは、身分の高い人がこのお墓に眠っているということを示しています。古墳時代が終わると、日本は飛鳥時代へと変わっていきます。こちらの企画展は6月13日日曜日まで開催しています。松坂地域の大昔の暮らしの様子をぜひ実感しに来てくださいね。お待ちしています。